ただきたい。本当に今大変。でも嫁さんも嫁さんやね、今こんな大事な時にな、電車で喧嘩なんかせえへんちゅうねん。いや、分からないから。誰にも信頼されてないですよ、その点において。そういえば今日喧嘩しかけました。だからほら、その点において全く信頼ない人ですから、代表ね。とにかく最後のね、グラングリーンでね、一人分けられておってね、ほんで腹立つと、うん、待っとけと、うん、後で話したろな言ってね、うん、はい、大声、もう外線車の上で大声出してね、どうなって、でもほんまに私降りていこうとしたんですけど、はい、まあ、止められまして。ですからね、はい、まあ、みんなに止められるときはいいんですけど、代表が一人でいろんなとこひょこひょこいると、そういう喧嘩するかもってリスクもありますけど、それだけじゃなくて、やっぱり世の中変なやついますからね。ですから、誰かどなたかについてもらいたいと私は思うのと、それからあんまり X で今どこにいるだの、どんな風に移動してるだのって言わないでください。そうですね、電車が、ね、はい、この電車に乗ってるって分かってね、で、あ、こいつは100だ、寝とるわ、大口開けて言ってね、その大口開けとだから鼻くそでも掘り込まれたら嫌やもん、ね、ちょっと、もう番組、はい、ちょっともう切りますよ、代表。そうですか、はい、はい、皆さんどうも、はい、北直樹でございました。お疲れ様でした。明日も一日頑張ります。はい、頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。はい、はい、失礼します。びっくりしました。ということでですね、じゃあ皆さん、今日のニュースのラインナップです。はい、順に読んでいきます。1、衆院選、与党過半数は微妙、自民単独割れも共同の情勢調査。2、立民と国民では政策大違い、今回も2つの民主党で困惑。3、苦戦の萩生田氏、有田氏がわずかにリード、東京24区。4、公費で防犯カメラ設置補助へ、特流事件多発受け。5、被害総額1億円超過、銅線ケーブル窃盗グループを逮捕。6、中国人が海外で子供を傷つける事件が連続、歪んだ愛国主義。7、トランプ氏がマックで調理、ドライブスルーで私のおごりだ。8、北朝鮮がロシアに兵士を派遣した情報をめぐり、国連安保理が懸念と。まあ、この8項目で今日は参りたいと思います。それではですね、どれ行きましょうかね。ちょっと選挙戦のニュースも結構ですけれども、私はちょっと8番のニュース、今日ちょっと触れておきたいと思います。北朝鮮がロシアに兵士を派遣した情報をめぐり、国連安保理が懸念というニュースです。 FNN によりますと、ウクライナ侵攻を続けるロシアに北朝鮮が兵士を派遣したとされる情報をめぐり、21日、国連の安全保障理事会で各国から懸念が相次ぎました。安全保障理事会会合では、北朝鮮の兵士派遣をめぐり、アメリカがロシアに対し紛争を拡大しようとしていると指摘し、事実であれば危険で非常に懸念すべき事態だと非難しました。会合では各国から懸念が表明されましたが、ロシアは恐怖を煽るデマなどと否定しました。一方、韓国のユン・ソンニョル大統領は21日、NATO 北大西洋条約機構のルッテ事務総長と電話会談し、北朝鮮の特殊部隊約1500人が派遣されたことを確認したと説明し、決して座視しないと強調しました。いうニュースですね。まあ、これはね、その紛争を拡大しようとしていると、もちろんそうなんですけれども、まあ、日本としてはいろいろ視点を変えてみる必要もあるのかなというふうに思うんですね。まあ、ロシアがその弾薬に困って北朝鮮から融通をしてもらった、それだけではなくて、やっぱり兵士も融通してもらうと、まあ、こういう状況になるんでしょう。さて、それでね、私はコロナの前、2020年コロナが発生しましたけど、2019年の夏にウラジオストックに行ったんですよね。で、ウラジオストックの空港に着いたら、その空港でね、まあ、ちょうど降りていって、ずっと入国審査とか受ける、そこに行ったらですね、すごく体の小さい痩せた、顔の黒いというのは日焼けしている東洋人の男の集団がダーッといたんですよ。それでね、まあ、みんな別に楽しそうにしてるわけでもなくて、ただダーッと無表情に並んでて、で、その人たちをパッと見たらね、
ここにやっぱり北朝鮮の人がつけているキム・イルソン と、まあ、もう一人の人の、2人の、ね、バッジがついてるわけですよ。全員ついてる。全員同じ服を着て、全員、まあ、一応スーツっていうか背広でしたけれども、全員なんかダークスーツみたいなのばーっと着せられて、全員が同じようにバッジをつけている。もう完全にだからユニフォーム着て、まあまあ来た人たちで、全員が体小さい、全員顔が黒い、日焼けしてる労働者です。で、さてその後、まあ、その集団を見て、ああ北朝鮮の人たちなんだなと思った。だけど朝鮮半島の上、あの北の方の人って本来体結構大きいんですよ。だけど随分小柄な人たちだな、痩せてるなと、まああんまり栄養状態も良くないのかなというふうに感じたんですけど、さてその後ね、ウラジオストークの街の中、まあいろいろ動きました。そしたらね、あの工事現場とかで働いてる人みんな、そのまあ東洋人の顔した、体の痩せた小柄な人たち、だからやっぱり北朝鮮から来た労働者なんですよ。あれを見た時にね、なんか、ああもう本当に国がね、とことん貧しい独裁国家ってこういうことするんだなと。出稼ぎなんですけど、明らかにあれは自由意志での出稼ぎではなくて、もう国から派遣されてるんですよね。本当にそうよ。まあ皆さん書かれてるけど、日本に生まれてよかったって本当にその通りです。だからそういう人たちが、あの工事現場で働いてた。で、その時同時に思ったのはね、まあこのロシアという国もどういう国なんだろうと思ったのね。だって男の人はそれなりにいるわけで、男ではあるわけですよ。でも、ロシア人がそういうところで現場で働いてるっていう、まあもちろんそういう光景ゼロじゃないですけれども、でもね、北朝鮮のそのおそらく国家の意思で派遣された出稼ぎ労働者が大量に働いてるわけですよ。で、みんな、ちっちゃい体、痩せた体、で、黒い顔。でですね、そしてさて私はその数日間、まあ、ウラジオストックにいて、帰りにやっぱ空港に行くわけでしょ。でウラジオストックの空港帰りもね、同じ集団に会いましたよ。だから人が何人かこう入れ替わってるんですね。で多分帰る人はお土産みたいなものを一応持ってはいましたけど、ドーンと派遣されて、国から派遣されて一定期間工事現場で働いて帰ると。だから今回の兵士たちも同じ形でしょうね、おそらくね。もうだから軍で派遣されて、まあそれは軍人っていうのはね、基本的にあっちに行け、こっちに行けっていう、その国家の命令でもって動くんだけれども、でもさらにね、日本の、例えば、そうね、まあ他の国、例えばアメリカの軍隊とかね、そういうところとはまた全然違って、そう、自分の国じゃなくてね、まあ外貨獲得の道具として、兵士は多分使われてる。この状況を考えるとね、もちろん北朝鮮っていうのは日本にとって敵国ですけれど、でもなんか、やっぱり普通の人権意識持ってたら、あれはね、と。で、確かに特殊部隊と言ってるけれどもね、まああの国の特殊部隊って本当に、ねえ、どうよと思うでしょう。だからね、本当に世界ってやっぱり過酷ですよ。まあそういう中でね、この、ウクライナにロシアがね侵攻したこの戦争も全く終わりが見えない。それから同時にね、やっぱりあのイスラエルと、まあ、ハマスというか、まあ、周辺とのもう大紛争になってますけども、これも終わりが見えませんよね。まあそういう点ではね、もう戦争って一度始まっちゃったらダメなのよ。で戦争を始めない、あるいは始めさせないという状況を作るためには、やっぱりね、もうがっちりとした抑止力がないとダメですよ、本当に。じゃないと日本だっていつそういうね、危ない立場になるかもわからない。ということで、私たち日本保守党は、しっかりとした抑止力を持つ日本であろうということ。ところがですね、なんだか今日私 X で知らされたんですけれども、日本放送の8時からの番組、柿花さんがやってらっしゃる番組だと思いますけど、それにね、政治ジャーナリストの青山さんという方がお出になって、まあ、この方、日テレかなんかに元いらっしゃって、今フリーランスなのかな。で、その人がですね、どうやら、まあ、自民党がね、過半数厳しい
見通しと、まあ、これも分かりません、本当にあの厳しいかどうか分からない、意外と自民党強いんじゃないかなと私は思ってるんですけど、小選挙区はやっぱりね、野党がこれだけ割れてると結局自民党勝つっていう構図になるところ結構ありますよ。それでね、その青山さんという方がですね、まあ、自民党が過半数届かなかったとしても、日本保守党と組んで過半数とかにをなんとか達成するとかね、あるいはで日本保守党はあの軍備増強の党ですからと、いやあのね、もちろん日本保守党っていう名前をですね、日本放送の朝の番組で連呼してくださってたのはありがたいんですけれど、でも私はこの、 あのジャーナリストの青山さんから取材を受けたことは一回もないですし、それから今の段階でね、うちがじゃあ自民党が足りない分をうちが補完してとか全くないですから、そんなこと私たち全然考えてないんだけど、なんか不思議とね、メディアの人ってね、もう今年の初めぐらいからそれ何回も聞くわけ、結局自民党と組むんでしょとか、どういうこの人たちはさ、何の取材に基づいて言ってんのかなって、全然多分何の取材にも基づいてないんですよ、勝手にそう思い込んじゃってんですよね。だけど皆さんよく考えてみて、例えば選挙で自民党さんがどれだけ負けるか勝つか知りませんけれど、まあ、仮にですよ、今よりは議席を落としましたとします。だけど今の石破自民とうち、はっきり言って水と油ですからね、だから組みようがないんですよ正直。だからね、そういうことをね、なんでこう無責任に言っちゃうのかなというふうに思います。だから本当にね、それであればあの取材していただければそこはいくらでもお答えしますので、あのよろしくお願い申し上げます。で、我々ね、自民党のためにやってるわけじゃないですから、こんなしんどいことをね、日本のためにやってるんですよ。で、今の自民党、あの石破さんが、トップにいる自民党、これ全く私は日本のためになることをやると思ってませんから、だから私たちは今選挙に出てるわけ。これ結局日本の人にとってはもう本当に総力戦、ものすごい無謀な戦いをやってるんですけど、それをなんでやってるかって言ったらば、あの日本がもうおかしくなっちゃってるからなんですよ。で、今の自民党、とりわけ石破自民に任しておいたらもっととんでもなくだろう、なくなるだろうということで私たち戦っているので、それはないです本当に。あとね、そうそう、コメントで高市さんと組むんでしょっていうのは、これはね、もう今年の春からずっと朝日新聞も言ってるんですよ。全くそういう話もないですから、本当に。でね、有本さん、例えばあの人ともこの人とも人間関係あるでしょって、いや人間関係ありますけど、私この日本保守党立ち上げてから自分からは一切連絡してないですから、誰にも本当に。ですから向こうからね、たまたまその要件があってかかってきたというのは何回かありましたよ。だけど私からは全く連絡しませんから、それはそれが礼儀です。だって戦うんだもん選挙で。だからそういうことでね、そこ裏でね、なんかそういう裏で話をつけてとか、そういうのが大人の対応だと思ってる人いるかもしれませんけど、私60年生きてきて、あのそれは違います。対決するときは対決するのが大人ですから、本当にそれが流儀なので、ということでございましてですね、あのとにかく、まあ、皆さん、日本保守党は私たちが掲げた理念、私たちが皆さんに提案している政策、日本を豊かに強く、もうそのためだけに私たちはもう粉骨砕身頑張りますので、あと4日間ぜひとも皆さんよろしくお願いします。さて、それでですね、次のニュースいきます。ポン、ですね、まあ一応ですから最初のニュースも読んでおきますか。はい、1、衆院選、与党過半数は微妙、自民単独割れも共同の情勢調査というニュースです。共同通信社は第50回衆院選について20日21日の両日、全国の有権者19万人を対象に電話調査を実施し、取材も加味して終盤情勢を探りました。自民党は派閥裏金事件の影響を受け、序盤調査15、16両日時に続いて苦戦、単独で定数465議席の過半数233を割る可能性があります。公明党も伸び悩んでおり、与党の過半数確保は微妙な状況です。
自民党は野党などと競り合う選挙区を抱え、先行する小選挙区は140を割り込んでいる模様。比例代表も厳しく大幅減となる可能性があります。立民は小選挙区で100議席の獲得を視野に入れます。比例も増やすとみられます。維新は比例で支持が広がらず、全体で公示前の43議席から減らしそうだということです。公明党は大阪府、兵庫県で維新と対決、北海道10区などで苦しい戦いを続けています。国民民主党は比例で支持を拡大、日本保守党は共同通信の記事に単独で名前出てんのびっくり、日本保守党は比例を中心に複数議席を獲得しそう。本当かよ、そんな実感どこにもないですよ。共同通信さん、取材を加味してとか言ってますけど、どこを取材してたらそういうふうになるの。まあいいや。共産党は公示前の10議席を上回る勢い、令和新選組も比例での上積みが見込めます。社民党は小選挙区での1議席確保を射程に入れます。参政党は議席獲得が見通せないということですと。本当かな。まあ私はね、そんな全然楽観してません。とにかく、まあ私はですね、そうですね、比例で、まあ今実際に東京の選挙区をずっと毎日走り回ってますけど、これはね、そうなのよ、一般人に浸透してませんからね、そんな簡単に議席なんか取れはしませんよ。まあですから皆さん本当にね、ここからの4日間本当にまた勝負ですから、ぜひとも皆さんのお声掛け、これものすごい大事ですから、よろしくお願いします。はい。でね、まあネット上でね、あれこれアンチがいろんなことを言ってきたり、まあ明らかな選挙妨害だろうと思われるような事案もありますけれど、それをいちいち皆さんね、それと戦ってもしょうがないですから、それよりも日本保守党を知らない方にどんどん広げてください。そちらの方がはるかに大事。ネットの中の騒音なんていうのは、私たちがね、これだけネットで再生回数とか、それこそ政見放送の再生回数だって、まあうちはダントツですよ。でもそれでも一般に知られてないんですから、さらに小さな小さなネットのアンチの声なんてもうどうでもいいわけ。本当に雑音ですらない。だからそれよりもまず知らない人に広げてくださいと、まあこういうことでございます。はい。ということでですね、皆さんこのニュース、まあそういう形でですね、お願いしたいと思います。はい。それではですね、防犯カメラの設置の話いきますかね。4番、防犯カメラの設置。公費で防犯カメラ設置補助へ、政府、経済対策で防犯支援受け。産経新聞によりますと、政府は首都圏で相次ぐ強盗事件などを受け、新たな経済対策に防犯対策の強化支援を盛り込む方向で調整に入りました。防犯カメラ設置費用の公費での助成が柱。首都圏では夏ごろから匿名、流動型犯罪グループ特流によるが関連しているとみられる強盗事件が連続しているほか、今月19日には自民党本部に火炎瓶のようなものが投げ込まれ、首相官邸前の柵に車が突っ込みました。令和4年の安倍晋三元首相銃撃事件など政治家を標的としたテロ事件も続き、政府は防犯カメラの増設で、監視の目を増やし治安改善につなげたい考えですと言ってるんですけど、まあ、防犯カメラを、ね、設置するというのは、まあ、だんだんこの治安が、ね、徐々に悪化していってる状況を見れば、まあ、それはそれを公費で助成するのは結構ですよ。しかしね、私はここで一つ問題提起したいんですけど、この防犯カメラ一体どこのもの、メーカーはまさかダーファとかハイクビジョンとかじゃないでしょうね。ダーファとかハイクビジョンの防犯カメラがね、ボン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 日本中にできるとしたら、そのデータみんな中国行っちゃいますよ。いいの？それをちょっとしっかりと確認したいですね。だからね、例えばですよ、日本保守党がもし国会の中に誰でもいいですよ議席があればね、そういうことをすかさず質問すればいいわけですよ。この防犯カメラにね、制限ついて、何かしらの、まあ、制限といいますかね、じゃあ例えば国内メーカーの防犯カメラつけましょうよということだって、アメリカなんかはもう締め出してんですから、中国産の中国製のメーカーのね、そういう防犯カメラ
ですから、そういうものをですね、日本製、あるいは日本のメーカーのおかしなバックドアのついてないもの、まあもちろん防犯カメラですから、どっかにこの伝送される、映像がね、転送されたりするんだけれども、しかし、これが中国のものだった場合、みんなデータ中国行ってますよと。これをね、だから日本で、日本の要所につくわけですからね、防犯カメラってことは。そういうところにつくものが、いやいや、実はハイグビジョンとかダーファでしたって言ったらもうシャレになりませんから、あの日本政府、私は信用してません、その点において。ですから、こういう時にね、日本保守党が国会の中にいれば、すかさずそういうことが質問できると、まあ、こういうことでございますから、皆さん、ぜひともですね、よろしくお願いします。はい。ということですね。では、次のニュース、いきます。トランプ氏がマックで調理してたっていう、このニュースいきますかね。7番。7番。トランプ氏が、マックで調理、ドライブスルーで私のおごりだというニュースです。読売新聞によりますと、アメリカ大統領選共和党候補のトランプ前大統領が20日、激戦州のペンシルベニア州フィラデルフィア近郊のマクドナルドの店舗を訪れ、ポテトを揚げる様子を記者団に公開しました。庶民派を演出する狙いがあると見られます。トランプ氏はエプロンを着用し、従業員の指示に従ってポテトを揚げました。ドライブスルーの窓口では、すべて私のおごりだと言いながら、笑顔で商品を手渡しました。民主党候補のハリス副大統領は、学生時代にマクドナルドでアルバイトをした経験を語り、裕福な家に生まれたトランプ氏との違いをアピールしてきました。トランプ氏の店舗訪問は、これに対抗する意味があるようです。CNN によりますと、店舗側は臨時休業して対応したということです。まあ、これはですね、日本ではちょっとできないゲートですね。ましてやこれね、例えばこう、例えばうちの百田直樹代表がですね、これ全部わしのおごりやって言った瞬間に、ダメってなりますから、冗談であってもそういうことはちょっと言っちゃいけないという世界なんです。で、まあこのね、私は、ハリスさんが、私はね、その学生時代、マクドナルドでバイトしててすごい苦労したのよ。あんなお金持ちと違うのよっていう、またそういうね、自分の背景アピールをしたから、それに対して対抗すべく、はいはい、マックで自分もね、じゃあやりますよと、まあ、こういうことだと思うんですよ。でもね、これ面白かったのはね、私切り取った映像を見たんですけどね、そのドライブスルーで、あの女性がね、こう車運転してきた。その人にバッとトランプさんが渡したわけですよ。そしたらもう女性びっくりしちゃって、とか言ってびっくりして。でもその時ね、その人こう言いましたね。多分他の国から移民をされてきた方なんですけれども、アメリカをね、私の国のようにしないでねっていうようなことをおっしゃっていて、つまりアメリカをね、こう、秩序のない国にしないでねという、おそらくそういう意味だと思いますけれども、なるほどなぁと。そうよね。みんなやっぱりアメリカにね、こう、より豊かで、自由で、それでいて秩序があるっていう、そういうものを求めてアメリカに来てるわけだけど、これがね、やっぱりその新興国や途上国と同じようになっちゃったら、悲しいよね。っていうことですから、日本もね、私たちは決して例えば外国人が日本に来ること、あるいは日本に住むことを排斥するつもりは全くないんですよ。でもそこにはしっかりとね、日本の社会、こういうものに、まあ、馴染んでいく日本のルール、あるいは習慣、価値観、こういうものをきちんと尊重して生きていく、そういう方を歓迎したいんですけれども、そうじゃない人が来ちゃったら、大量に来ちゃったら、もうこれは大変だよね、ということ。で、一方ね、やっぱり日本は常にね、輝かしい国じゃなくちゃいけませんよ。本当に秩序があってね、豊かさがあってね、そしてみんな人が優しくて、自由で、こういう輝かしい国で日本はあるべき。みんな世界の人たちがですね、いや、日本で暮らせるようになりたいなと、そんな風に思われないと。なんか安い国だなとか思われたらちょっと嫌でしょ。ですからね、やっぱり日本はもっと豊かに強くならなきゃいけないんですって。はい。ということでございます。さて、最後のニュースいきたいと思います。あ、最後のニュース？そうですね。ですね、ひょいひょいと。銅線ケーブルの話いきましょうか。5番のニュースです。
被害総額は1億円超過、銅線ケーブル窃盗グループを逮捕、まあ、逮捕してよかったですね。東京新聞によりますと、太陽光発電所から銅線ケーブルを盗んだとして警視庁捜査3課は18日、窃盗の疑いで茨城県筑西市無職ウェイチェクープリッチャー容疑者24歳らタイ国籍の男4人を逮捕したと発表しました。関東地方を中心に1都7県で同様の被害があり、60件以上、総額1億円超の窃盗事件に関わったとみて調べています。捜査3課によりますと、同容疑者は窃盗グループのリーダーで、地図アプリで発電所を探して盗みに入っていました。盗んだケーブルを関東地方の金属買取業者に売り渡し、グループで報酬を山分けしていたということです。逮捕容疑では、5月25日午後10時ごろ、東京都日の出町の太陽光発電所で銅線ケーブル約840メートル、193万円相当を盗んだとされています。90件ぐらいやったと容疑を認めているということです。銅の価格高騰を背景に、太陽光発電所から銅線ケーブルが盗まれる被害は各地で相次いでいますというわけなんですけれども、まあだからね、太陽光発電所ってあんまりいいことないのよ、正直。あれはね、要するにあれを作るために山切り開いて環境破壊してる。そしてそのパネルは全部中国から、まあ、強制労働の産物、その疑いに排除できないものを大量に輸入してる。そしてこうやって銅線ケーブルなんかも、まあ、むき出しだからやっぱり盗みやすいんでしょうね。ということで盗難が発生する。さらに日本のようにね、傾斜地が多くて、災害の多いところ、ここではこれやったら危ないですよ、単純に。だから、もう打ち止めにしたらいいんです。ところがね、今日ね、私移動中に、見たの。例えば社民党の政見放送。社民党はね、まあ、反原発ですから、何言ってるかって言ったらば、とにかく再エネなんだって言ってるんですよ。まだね。それでいてですよ、こんなこと言ってんの。日本は災害が多いと。例えば、地震がね、世界の地震のもう2割ぐらい日本で起きてんですと。おっしゃってんですよ、社民党の福島さん。だから、原子力発電なんかダメなんですって言ってんですよ。いや、原子力発電がダメな以上に、それ言ったらばさ、太陽光だって風力だってダメでしょという話。は?という話なんですよね。ですから、まあ日本は確かにね、災害のリスク高いですよ。地震だけじゃない。津波も来るかもしれない。大雨の災害も多い。しかし、それでも私たちは技術革新を進めながら、電気をね、安定的で安価な電気を作っていかなきゃいけないんです。そう考えるとね、太陽光パネルってもうめちゃくちゃリスク大きいですよ。だからとにかくね、もうこの再エネ偏重をやめるんです。それで安定的で安価な電気を供給する。まあ、原子力っていうのはね、本当に大きなものですけれども、これをなかなかじゃあポンと作るってわけにいきませんから、私はやっぱり最新鋭の日本の技術による火力発電、これをきちんと置き換えをしていく。今の火力発電、古いやつを新しいものに置き換えしていく。それによって効率も上がるし、安定的だし、安価だし、おまけに CO2 の排出量もぐっと抑え込めるんですから、これに置き換えをしましょうということでございます。なんでみんなさ、自民党の人たちは火力発電がダメなの、それ言わないのかしら、変なの、というふうに思いますけれどもね。ですからとにかく皆さん、もうね、日本保守党が新しい選択肢になるしかないんです、政治の。ということで、よろしくお願いします。まあ今これネット番組ですけどね、もうネットの中の雑音とかもうどうでもいいですから、本当に。そんなものあんまり真に受けて、言ってるうちに選挙戦終わっちゃいますから、よろしくお願いいたします。とにかく知らない方に日本保守党をお勧めください。よろしくお願いします。ということで今日のニュースここまでで、YouTube でご覧になっている方はここまでにいたします。この後、有本香織チャンネルニコニコ生放送ちょっとだけやりますので、ニコニコ生放送の会員になられている方はニコニコ生放送によろしくお願いします。そして、まあ、この際会員になろうかという方はですね、ニコニコ生放送有本香織チャンネルの方に、ご移動ください。よろしくお願いいたします。では